じゃあ食べる。じゃあチーズフォンデュいただきます。はい、いただきます。あれ、お酒良かった？あ、飲もうかな。私どっち？サイダー。ありがとう。あ、レモンみかんでもいいよ。レモンみかん今飲んでるから違うのが良かったの。じゃあサイダー。ありがとう。はい、じゃあ、あ、映んな。レモンみかん飲みます。これか。あてはあとは次サイダー飲みます、はい、サイダーじゃないね、ラムネサワーって書いてある。こっちはとかね。いただきます。いただきます。何から食べようかな。無難になんかアスパラいっとこうか。無難とか言うな。うまい。ほんと？うん。パンが普通なんじゃない？うん、確かに。もうちょっと塩気が欲しいな、チーズに。うん、うん、うん。生塩入れる？うん、塩コショウ入れてみる。ああ、入れてみようかな。生ハムとかあったら最高じゃない、これ。それただのさ、チーズフォンデュじゃなくなっちゃってる。チーズと生ハム、うん。私たちのいけないところはさ、うん、食事してうまいとさ無言になるっていう、うん、確かにね。でもうまいね。おいしいね、うん、初めて食べたかも、チーズフォンデュ、うん、人生で。いや、食べる機会ないもんね、うん、チーズが全然効けないね。うん、うまいね、やっぱり。これはやっぱりワインとかさ、うん、こういうの飲む人、うん、なんか食べてるイメージだけどさ、うん、合うんだろうね。ね、うん、ほろ酔いにはね、ちょっと甘いよね。こうやってじゃがいも美味しいんじゃない？美味しいね、うん、意外にね、アスパラとかブロッコリーが美味しいね。うん、トマトもあるんだよ。あ、そっか。あっくいからね。うん、まあ、トマトは抜群に合うだろうね、うん、トマトは食わなくても合うのは分かるね、うん、はい、じゃあ次は肉。肉で本当はチーズにさ、うん、つけて食べようと思ったらチーズが全部なくなった。そうだね、チーズ全部なくなっちゃった、ね、だからただの焼肉になる。焼肉。チーズフォンデュではない、焼肉になる。焼肉のタレ買ってあるからね、うん、もう今だってつけてるもん、うん、ちょうどいいっちゃちょうどいい、ね、なあ、おこぼれあった？おこぼれあった？なあ、おこぼれあった？よかったね。よかったね。なあ、なあ、なあ、よかったね。おこぼれあった？きつけよって。いや、うまそうじゃん。うまそう。豚肉っつったっけ？うん、そうだよね。バラ。バラ。見た目が豚肉だもんな。いや、見た目っていうかもう全てが豚肉でしょ。やべ、白米が欲しいね。本当だね、うん、もう食える？もう食うからね。こっち？うん、それいいんじゃない。いただきます。うまっ。柔らかい、うん、薄い。柔らかい、薄くはないね、うん、結構柔らかいよ。ほんと？うん、ほんとは柔らかいでしょ。びっくりだよね。お、あっち結構跳ねるね、うん、ちょっと
っち持ってこうかな。ノアがノアが危険な。まあ、こっち暑いからダメだよ。あ、でもダメだよ。いい匂いするから出てきちゃった。うん。あっつ、すごいあっつ。今下に避難した。下に避難した。無理やり押すの。ゴミ箱あさんない。ダメ。それダメだよ。もう9時だ。もう9時。本当だ。いや食ったね。うん。本当はねこの後トウモロコシねやろうかと思ってたけどね。さすがにちょっとできなそうだね、うん。いつも量を間違える。うん。じゃあごちそうさまする。うん。はい、じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。した、はい、じゃあそろそろ今何時？10時。10時か。夜10時になっちゃったんで。そろそろ、まあノアたちもね、ちょっと今ご飯食べて、ね、散歩もしたんだよね。ねえノア。ということで今日はそろそろ寝ようと思います。じゃあまた明日また撮影しますので。長いんだよ。寝させろって多分みんな思ってる。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。おはようございます。めっちゃ晴れてるね。うん。これから雨だ。うん。午後ね、ちょっと雨になるからね、うん、そしたらね、買い物とお風呂行きたいね。うん、あ、ノアとエルもおはようって。エル、エル、おはようって。おはようって。私は映さないね。うん、なんでなんでか分かる。一緒してないから。違うよ、こっちで。何？別に映りたくないだけ。映りたい、映りたい気分じゃないってこと。うん、そういう気分じゃないっていうだけ。ああ、だからね。うん、あ、気持ちいいね。開けたら全然違う。違う？やっぱ風入る？うん。でも暑いんでしょ。まあ日当たり、日当たっちゃってる。いいの？あ、いい感じで膨らんできてる。でもなんか こんなにこっち側に斜めだからこっち側が潰れた。うん、そういうこと？こっち垂れてきてる。できた。はい、目玉焼きも入ってる。そう、全体入ってる。うん、そこはね。ええ、じゃあそうだね。うわ、ぴったり。本当だ。ちょうどだ。うまそう。はい、じゃあホットケーキと目玉焼きウインナーを朝食で食べます。こんだけ晴れてるってやっぱ気持ちいいね。いただきます。はい。やっぱり今日さ土曜日だからさ結構車入ってきてんじゃん、うん、まだテント張るところあるけどさ多分すぐなくなるよね。しかも雨降る予定だったのが晴れた。うん、やめてた人たちがやっぱり行けんじゃんって言ってきてる。うん。ノースフェイスの橋さ、うん、ポキって折れちゃいそうで。そう、怖い。細いんだよね、これね。うん、やってってる？うん、ウィンナーも早く。うん。はい、じゃあノアたちにはこのご飯あげます。これを半分ずつにしてノアとエールに入れてます。
いいの、入るの、入る、紅富士の湯、赤富士の湯かな、まあ、ちょっとなんていうのかあれなんですけど、こちらの温泉に入ってきました。はい、じゃあさっぱりしたんで車に戻りたいと思います。はい、秋帰ってきました。暑い遠かった。早かったの。早い、うん、じゃあ次は買い物行って戻るか、うん、あと昼食食べないとね。そうね、あと歯磨きしたかったね。ああそうだね、歯磨く、うん、じゃあとりあえずスーパー行こうか。とりあえず行こう、うん、じゃあ次は山中湖の近くのスーパーオディノに行ってきます。行く？ニキビがここにできた本当だ、ここに1個あったのが、うん、ここにもう1個増えて子供がもう1人できたできた違う、なんかちょうどよかった報酬の面前でも暴力ないはい、スーパーオディナ山中湖店、やっぱりね、あー、いい匂いするね。変わらないで。うん。はいな、ただいまって。よいしょ、おいしょ。おいしょ、おいしょ。おいしょ、おいしょ。今な、帰ってきた。お帰り。そういうの、ちょっと待ってて、エール、帰ってきた、あ、もう出ちゃった、もうそっと入ってきた、おぉ、はい、ちょっと待ってて、ちょっと待ってて、よし、ちょっと皮が強いわ、昨日一日で何も変わらなくない、あ、気持ちいいね。23、4度ぐらいかな、今。25度ってだった。25度。そこそこ暑いか。5度だったら、まあ、5度の違いってでもちょっとでかい。え ?5 度の違いってでっかくない？大きいね。そう、自分の家の周りは30度ぐらい。そうだね。30度超えてると思うな。もうダメだよ。ダメだよ。シュンとしちゃって。ねえな。うん。まあテントの中でずっとこもっててもね、やることないからほろ酔いタイムだ。すごいさ、お酒飲みみたいな感じ。いやそうだよ。じゃあこれからほろ酔いタイム始めます。いや俺のはこれラムネサワーで、秋のがグレープ。じゃあほろ酔い飲む。乾杯。エルも乾杯。エルも乾杯。
全然行こうか。はい、まだ結構冷えてるね。でしょ。うん、うめえ。って言ったらノアが喜んで、うめえ。うめえ。めっちゃ喜んで。言ってみて。うまい、うまい。うめえ。こうじゃないね。うめえ。やってみて。うめえ。うめえ。全然。あっちだ。あっちの。うめえ。うめえ。またここの道志の森ね、あれだね、ドコモの電波が入ればね、うん、最高だったね。あ、ちなみにうちね、前はソフトバンクで赤い池で使えなかったけどね、それを踏まえてね、今度アハモにしたんだよね。そしたら全然ここ使えねえから。道志の森は逆にドコモが使えないっていうね。ソフトバンクとか au はね、電波立ってるらしいんだけどね。うん、トイレから帰ってきたらノアに椅子取られてました。まあ椅子取っちゃったの、俺の椅子が。取るも何も、もともとノアのだよ。お前が取ってたな、ずっと。俺のじゃない。私ノアには買った覚えはあるけど、ケンジに買った覚えはない。そうなの。エールの椅子は、うん、エルの椅子、エルは地べた派だから。エル地べた派なの。電波がなくてイライラする。電波なくて、うん、まあね、返信とかもできないしね。もうちょっとしたら外出て焚き火と料理、うん、振る舞っちゃうかも。え。なんて振る舞っちゃうかも。振る舞っちゃう。うん、どの口が言ってんの。そんな眠いのか。あ、これはもう地べたになっちゃったから。 L と同じだ。L 眠い。眠いのか。じゃあ視聴者さんの言ってほしい言葉コーナーね。言葉コーナーね。そう、言ってほしい言葉コーナー。もうちょっと洒落たさ、うん、言い回しないの。洒落た言い回し、うん、視聴者さんの言ってほしい、うん、ワードコーナー。英語にすればかっこいいと思ってるやつ。やばいやつ。せーの、熊谷あきちゃん見てる。いつもコメントありがとうございます。はい、いつもありがとうございます。ノノも、ノノもいいねじゃん。はい、ノアもノノも言うよって。はい、ノアも熊谷あきちゃん見てるって。熊谷あきちゃん見てる。熊谷あきちゃん見てる。見てるって。ほーって。すごい、今日はなんか反抗的だね。どうしたの。どうしたらいいよ。まあ、ぜひ言ってほしい言葉とかあったら、ぜひコメントでいただければと思います。はい、はい、じゃあそろそろ雨も止みそうなので、焚き火、うん、飯っていう時間だよね。うん、うん、雨止んだら作っていこうか。うん、うん、じゃあ後ほど。はい、こっちか。L に椅子を奪われました。かわいいね。かわいいね。みんな俺の椅子を奪っていくんだよ。ん、みんな俺の椅子を奪っていくやん。いい子だね。いい子だね。いい子だね。いい子じゃん。エル眠いのか。なん眠くないの。なん眠くないの。
you